どうも、Mr.X です。トップバズ塾ビッグデータバンクサロン生からの質問198。タイトルについて質問します。建築アカウントを始めようと、今リサーチしています。審査に合格するにはバズタイトルリスト100は使わない方が良いでしょうか淀川のおっさんは、最近は無難な方が審査に通りやすいと言われていましたということですが、 今この動画を撮っているのが2019年11月の13日なんですね。13日で今リサーチをかなり我々かけてます。えー、トップバズ塾講師それぞれ、えー、淀川のおっさん、そしてミスター x そしてミスター王さんそれぞれですね。でですねバズ バズ,ビデオバズビデオの方で非常にリサーチをかけております。でそのリサーチをかけた結果ですね、えー、最初初期の、うん、動画を投稿して審査ですね、収益審査を受けるところについては非常にシンプルな、非常にシンプルな、うん、無難要するに無難なです、ね、タイトルを使って投稿している方が、 非常にうまくいってるっていうような傾向を捉えておりますので、ぜひ、うん、あの、無難なタイトルをつけて、全然派手じゃない、無難な、うん、動画のサムネイルを説明するような無難なタイトルをつけてみて、えー、収益審査に、収益申請に臨んでみてはいかがでしょうか。はい、以上です。ありがとうございます。